この日、リナはいつも遠くから眺めるだけだった河川敷近くのお花屋さんに初めてやってきた。97、98、99、100円。すいません、バラを一輪ください。はーい、105円ですよ。え、100円じゃないの？どうして？消費税がかかるのよ。え、どうして、なんで、やっと100円貯まったのに。じゃあ100円でいいですよ。本当に。まだバラバラになっちゃった。バラバラになったバラを集めるリナ。拾い続けるうちに暗闇に迷い込んでしまったリナ。すると、ここはどこ？たどり着いたのは古びた宮殿。吸い寄せられるように中に入ると、そこには、ようこそ我が城へ。あなたたちも。我らはバラの末裔。 We are ベルサイユ。ん？何サイユ？少女よ、名を何という？リナです。袋工場リナと言います。リナよ、何がそんなに悲しいのだ？だってバラがバラバラに。そんなにバラは好きか？はい、大好きです。バラを愛する同志たちよ、汝が何かを求めしとき、いつでも訪ねてくるがよい。そしてこう叫ぶのだ。じゃあ早速なんですけど、聞いてください。リナ、お金ないから派遣会社に行ったんです。そしたらベビーシッターの求人しかなかったの。私子供産んだことないから、一緒に赤ちゃんをあやしてほしいんです。お願い、叶えてベルサイユ。何時の望みを叶えよう。日崎、メンバーを従え、ベビースターレ。お待たせしました、ベビーシッターです。あなたなの？大丈夫？大丈夫です。私は初めてなんですけど、先輩たちを連れてきましたから。どうぞ。ベビースター1号、そしてベビーシッター3号。ベビーシッター4号。せーの、ベビーシッターズです。本当に大丈夫なの？ウィ。それじゃあよろしくお願いします。はい、任せてください。行ってきます。じゃあ早速よろしくお願いします。
ウィン。高い高い高い。あぶやぶや。高い高い高い。あぶ。高い高い高い。あぶやぶや。高さが足りねえのかな。かもね。美しいバラにはトゲがある。可愛い赤ちゃんにはヒゲもない。